はい、ポケモン剣盾人生縛り旅続きやっていきます。前回、ホップと3戦目の時に危うく全滅させられそうになったんですけど、なんとか脱しましたね。で、剣盾ね、3回ぐらいクリアしてるんですけど、で今4周目ぐらいなんですけど、ホップでね一度も苦戦したことがなかったので、すごい舐めてました、ホップのことを。ちょっと気をつけます。で、オールマイトはあれ、これセーブされてる？あ、はい、頬張るをやっぱり覚えさせました。はい、よし。で、今ここですね。で、ここ行って、ここ行って、ここ行って、こう。ここですね。ターフタウンが最初のジムチャレンジなので、そこまでちょっと行ってきます。よし、まずい。やぶねえ。やぶな。ちょっとやめてよ。びっくりした、もう。やめてよ、もう。いや、怖っ。お、はーい、タビフットに進化しました。はい、ウサギポケモン。ふかふかの体毛で寒さに強くなり、さらに高温の炎技を出せるようになった。へえ。はい。ではビートですね、戦っていきましょう。この曲かっこいいですね、すごい。2番目に好きです。で、一回ちょっと笑ってからポン。はい、ユニランですね。ユニランは手持ちが初期のビートはエスパータイプなんですけど、後半変わってくるんですけど、ちょっと初期はエスパータイプなので、しっぺ返しでいけるかな。ああ、半分持ってくね。念力。あ、まあ、結構食らうな。じゃあ次で落としてほしいな。はい、 OK です。
ょっと入れ替えようか、ちょっと怖い。怖いな。火の粉。攻撃が下がる。いやー下げてくるね。いやこれは特殊だからどうかな。足大丈夫。はい、ミブリンのですね、どうかな。ちょっと一回ちょっとオールナイトやってみようか。はい、ミブリムってあのカービィの友達っぽいですよね。なんかグププランドにいそうな。うわあ嘘だー、急所が。優勝圧開けられない。まずいぞ。いや落ち着け。いやー念力ばっかり打ってこないで。あーよし、あーオールマイト。いやー嬉しくないな。うわマジか。いや急所怖。いやじゃあちょっと預けますね。どうやって預けるんや。あはいはい。あーオールマイトさようなら。名前、これ名前変えとこ。お墓で。いやーすまん。いやー、こちら4番道ですね。はい、で向こう奥に見えるのが、一番最初のジムになります。でここで3人目の仲間を迎え入れたかったんですが、オールマイトがちょっとお亡くなりになってしまったので、はあ、ちょっと2人で2人でやっていくしかねえな。あ、出た。
はい、マホミルですね。この人捕まえます。はい、捕まえました。フェアリータイプってすごい強いイメージありますね。ドラゴンタイプ無効と、などなんだったっけ、あとクリーム、あの生クリームすごい好きなんですよ私が。だからあのニックネーム、はい、ゆめちゃんですね。女の子ですし、あの男の子ならあのホップって名付けようとしました。はい、でも女の子なんでゆめちゃん。いやー、生クリームってすごい、もう夢ですね。もうなんだろう、生クリーム考えた人は天才だと思うな本当に。あとね、この人進化したらマホイップっていうポケモンになるんですけど、マホイップっていろんな色があるみたいで、ちょっとあの挑戦したいことがあるんですけど、あの青色のマホイップが欲しくて。あ、人に慣れてる。つけときじゃん。あの青いマホイップが欲しくて、はい、捕まえました。これから二人であのジムに挑戦したいと思います。あ、笑ってる笑ってる。はい、ではターフタウンのジムまでやってきました。ちょっとレベル上げして、ゆめちゃんが18、エースが20になっております。はい、この2匹で、草タイプのジムリーダーヤロウさんに挑んでいきたいと思います。よーし、ヤロウターフスタジアム。挑戦します。はーい、よーし、やっていこう。よく見たら水あんまり綺麗じゃないの。はーい、クリアしました。よーし、やろうか。はい、チームチャレンジは、ゆめちゃんで突破しました。だいたい向こうが草タイプなんで、エースがいれば安心と思いたいです。はい、で、その野郎の手持ちが確か19と18だったかな、レベルが。あ、違うわ、19と20だったかな。はい、じゃあそれ以上にレベルが上がらないように一応調整してます。と入れ替えよう。で、満タンにしとくか。うん、よし、じゃあやってみよう。
はい、ジムリーダーの野郎が勝負を仕掛けてきた。まずは、非面化。はーい、一人でエース。よーし、やるか。あ、はい、油断しない、ニトロチャージ、いっとけ。よし、エスバイさんも上がっていく。はい、レイン21に上がりました。はい、私らがですね、入れ替えません。よし、ダイマックスしてくるんで、こっちも全力でダイマックスします。ダイマックス、ダイバーンでお願いします。ポンポン、はい、でもでかくなりました。さあどうかな。いや、炎対策はしてないと思うんですよね。最初のジムリーダーなんで、いってー、いけ、うわー、耐えるか。まあ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 、日差しが強くなる。さあ何してくる。大草原、これは耐えるでしょう、耐えるでしょう、耐えるよね。よし、はい、フィールドが緑になる。あ、回復ありがてー。はい、向こうもちょっと回復で、もう一回ダイバーン、これで勝つはず。よし、いや、ありがとう。やった。あ、ゆめちゃんレベル上がりました。いや、ナイスだ、ナイスだぞ、よくやったエース。いやー、ここまああっさりいけましたね。うん、いや、パイプのおかげです。はい、草バッジいただきます。はーい、じゃあ次は、水バッジですね。水バッジをもらいに、ここ行って、ここですね、バウタウンに行きたいと思います。はい、次が、水タイプなのでエースはもうちょっとお休みですね。で、ゆめちゃんと3人目の仲間をちょっと迎えたいと思います。候補がいるんですけど、育て屋さんからもらえるあれですね、あの人。うん、ちょっとあの、ゆめちゃんと3人目の仲間とルリナさんに挑んでいきたいと思います。はい、ありがとうございました。